フランソア2世母は、カトリーヌ・ド・メディシス類13世母は、マリー・ド・メディシスフランスのレースでは、フランスにおけるレース産業の発展と衰退、現代に伝承された、フランスのレースについて述べる。フランスでは、王朝の繁栄と、レースに、密接な関係が見られた。レースが開発されて以来、フランスの歴代の王朝ではレースが、 国家予算を揺るがすほどの影響を及ぼした。また、フランスにおけるレースの発展は、フランス革命と、ほぼ同時に断絶した。カトリーヌ・ド・メディシス・マリー・ド・メディシス1520年代に、ほぼ時を同じくして、フランドルのアントウェル・ペンカイワイと、北イタリアのベネツィアで、組紐を折る技術を発展させて、ボビンレースが生まれた。また、1540年代に、 ベネツィアの刺繍師たちが刺繍の技術を発展させ布地の糸を抜き芯にして刺繍するレティセラを発明した。16世紀半ばにベネツィアで流行したものは直ちにアントウェルペンに伝わり同時にパリやロンドンにも伝わった。1542年に最初のパターンブックがベネツィアで出版されベネツィア商人の手により極めて早く ヨーロッパ各地に伝わった。16世紀末、イタリアのメディチケ出身の二人の王妃、カトリーヌ・ド・メディシスとマリー・ド・メディシスがフランスにイタリアの習慣を持ち込んだ。カトリーヌ・ド・メディシスはネット刺繍を作るのが好きだったと言われている。ネット刺繍はレースではなく、16世紀から17世紀にかけて室内装飾として重要な役割を果たしており、 ニードルレースをつなぐものとしてよく用いられた。ネット刺繍は17世紀半ばには商品価値のない女性の手作り品となった。1580年頃にはレースで縁取ったフレーズが流行し始めレースの需要が大きくなった。パリではレースがなくては優雅と言えないほどになった。アンリ3世は1576年に交付した声明の中で 普通の小貴族が、公爵や、男爵のように着飾っている。彼らの容姿や妻を見ても、平民と貴族の区別がないと述べている。16世紀末には、レースは、その素晴らしさによって、宝石や豪華な布地以上に、ステータスシンボルとなった。17世紀初頭にかけて、フランスの男性は、盆のような形の骨組みに取り付けた、ニードルレースの四角い襟を好み、 襟とお揃いのガフスやスカーフ、ハンカチを身につけた。女性は控えめにレースを使った。1587年、ベネツィア生まれのレースデザイン職人ビンチオルロがパリに住み着きデザインカタログを発表した。また、金銀糸によるレースがスペインを中心にイタリアフランスで生産され、ポアンデスパーニュの名で18世紀半ばまで通用していた。 貴金属を回収するためにこのタイプのレースはほとんどいい。溶かされたため、ほとんど現存していない。幼少のルイ14世とウバ幼い王は、ボビンレースで飾った産着にくるまれている。ウバの襟は、ポワンドフランスの網目を予測させる。スカラップの中央のモチーフは、幼い王を示す、逆の百合の花である。8歳のルイ14世。 ルイ14世グロポワブニーズの二つの長方形からなる折り返った襟とお揃いのカフスを身につけている。ニコララファブリックボビンレースのクラバットを身につけている。1620年頃、フレーズの長い歴史が終了した。1630年代の市民の間では、男性のシャツに手を半ば隠すほどの幅広いレースの カフスをつけ、大きく折り返したブーツの上にもレースを重ねた。肩タイヤ、手袋、ふくらはぎ、靴のフリンジにも、金レースを、キュロットの縫い目にも、金レースをつけた。ニードルレースの非常な、高価な、豪華なレースをつけるのはほとんど男性であった。一方女性は、1630年から1650年の間、あまりレースをつけなかった。 特に、既婚女性はほとんど白のシンプルな布で作られた、レースの縁取りの襟、または、バンサイ襟とお揃いのカフスなどがの唯一の装飾であった。子供たちは、大人と同じようにレースを身につけ、7歳までは、男女の服は区別なかった。イタリアでは、ブニーズプラが生産され、1650年代には、バロック様式の影響を受けて、グロポブニーズが登場し、 大流行した。それまでのレースとはほど遠く、携帯の肉付け、遠近法、リズミカルな、力強さ、動的な、楽しさ、重厚さを特徴としていた。1654年に即位した、ルイ14世は、グロポブニーズの二つの長方形からなる、折り返った襟を流行させた。揃いのカフス、ラングラーブ。 カノンなどを身につけ、股を開いて歩かなければならなかった。グロッポンドブニーズを身につけずには、誰も王宮に入れなかった。宮廷の女性たちは、グロッポンドブニーズを、肩の周りのバーサや頭のストールとして、身につけ、端折り上げたスカートから、ペティコートを見せた。家具にもグロッポンドブニーズを使った。1667年の王室の家具目録によれば、王が、 ベルサイユの大運河を散策に使用する小舟のアルコーブのカーテンはグロポブニーズであった。これらのレースはベネツィアでしか手に入らず輸入額は莫大なものだった。ルイ14世の通称オークラ大臣コルベールは禁止令を何度も発令した。しかし何度発令されようとレースを身につける者は後を絶たなかった。一方、 17世紀前半のフランス国内産業は、フランドルやイタリアに比べ遅れていた。フランスのレース産業は、朝文化の行き渡っていた、北部全域、特に、カレー、リール、スダン、アラス、ノルマンディなどで、ボビンレース、ニードルレース産業が起こっていたが、はっきりとしたスタイルを持たず、地理的にも分散し、通称上もうまく構成されていなかった。 パリの北側のオワーズ地方では、絹の黒いレースや、金銀のレースが生産され、リヨンでは、金銀のレースが生産されたが、必ずしも本物ではなかった。このような中、コルベールは、自国通貨の国外流出を防ぐために、車視商品産業を、フランス国内に導入することに努め、1665年8月5日に、 王立レース製作所設置と補助金の交付を宣言し、クノワ、スダン、シャトーイコール・ティエリ、ルーダン、アランソン、オーリアックなどの都市に王立製作所を設置した。フランス王立製作所は当初は、グロポブニーズの模造品の作成に注力した。ベネツィアから30人、フランドル地方から200人ほどの熟練女工たちを、 招くことを提案したが、実際には数を揃えることはできなかった。ベネツィアの元老院は出国禁止令を出し、外国に出た者が帰国すると裏切り者として、死刑の罰が待っていると警告した。これに対しコルベールは、在ベネツィアフランス大使の、ポンジー数奇卿を通じて、ベネツィアの情報提供者からレース制作所の情報を得て、レースの生産後、価格、 生産販売の仕組みを詳細に把握した。その成果あって、1660年から1670年頃のフランスのニードルレースは、ベネツィアのレースと同じ糸や技法が用いられており、区別することは難しい。唯一の違いは、ベネツィアの触覚的な美的感覚であり、あっさりしたフランス趣味と異なることと、ベネツィアの装飾が常に横に長く配置されるのに、 対して、フランスでは縦に長く配置され、柄が中心線の両側に、当分に配置するフランス古典主義の名残が見られる、ことである。コルベールの構想は、ベネツィアンレースを、フランスで作成するだけにとどまらず、ポワンドフランスを作成することであった。画家や、王のデザイナーを投入し、王立製作所で用いるデザインは、 パリから来るものに限り、レース制作を独占した。装飾デザイナーが最初に考え出した、装飾の大きなひだ飾りのレースは、アランソン、アルジャンタン、スダンのいずれかで作成された。助行や商人はレースを模倣することができず、製品も仲介なしに販売することができないため、製作所に対して反逆し、アランソンでは暴動を引き起こし、不正行為が横行した。 警察権の及ばない修道院ではレースを製造し販売し続けた。1670年代、ポアンド・フランスは価値を認められた。ルイ14世は1666年6月の1ヶ月間に王立製作所から18,491リーブルのポアンド・フランスを買ったと言われている。1670年頃から1690年頃、 ポワンドフランスの大きなフリル飾りは、ルイ14世の画家で、ゴブランと王立家具製作所の所長であったシャルルルブランの影響を受けた。シャルルルブランの年俸は1万1200リーブルであった。当時最も有名な高級家具師アンドレ・シャルルブールの家具はおよそ8000リーブル。シャルル・ボーブランが描いたマリー・テレーズ王妃の肖像画は750リーブルであった。 この時期のポワエンドフランスの幅広い壁飾りは、質が高く非常に個性的で、この時代のフランス趣味、すなわち厳密な意味でのエレガンスを示している。17世紀末、1685年のなんと直霊、廃止により、フランスの産業は大打撃を受け、一方、ベネツィアやフランドル地方では、ピエス・ラポルテの技法によるレースが広まったことにより、 ベネツィアやフランドル地方がフランスより有利な立場に立った。ピエス・ラポルテの技法はフランスでは禁止されていたが、それは部分部分で作られるため、丈夫でなく品質が劣っているという良しであった。実際には、フランスでは16世紀から多量のボビンレース、作成していたが、ニードルレースを追求して高めた信頼を裏切らずに、 フランドル地方のレース校と競うことはできなかった。北部のノルマンディでは、ボビンレースが作成され続け、禁止されていたにもかかわらずピエス・ラポルテレースが作られていた。ベネツィアやフランドル地方では、ポワンド・フランスを模倣し始めたが、この点で、フランスに追いつくことはできなかった。ルイ15世、ルイ16世、マリー・アントワネット・ジョージ・ワシントン・アメリカ。 合衆国初代大統領は、アランソンレースのジャボのついたシャツを着ている。この写真はレースをつけた大統領の唯一の肖像画である。ルーアン大司教ラ・ロシュフコウスーキ教ポアンド・フランス、または、アルジャンタンの裾飾りの財服を身につけている。これらのレースは、彼の退職後、化粧台のレースなどに再利用されたかもしれない。 ロイ夫人の肖像アルジャンタンレースの衣装を身につけている18世紀前半にはレースの需要が大変に高くどんな種類のレースであっても好んで用いられた。1720年から1760年頃全ヨーロッパで生活水準が上昇し最下層の人々以外のあらゆる市民が方向に似合い中の人であってもレースを身につけるのが普通であった。 ほとんどの人がフランドル地方のレースを身につける中、フランスのニードルレースは特権的なレースという地位を保っていた。ニードルレースの生産量はボビンレースに比べると少なく、また財政援助の中止により多くの王立政策所は消滅したが、アランソンとアルジャンタンは王立政策所の本部であったという意向で経済的に独立し、 その地の数万人の人々に糧をもたらしていた。1745年、アランソンレース、アルジャンタンレースという表現が用いられている。18世紀は各地のレースが特徴を強めた時代であったが、技法は容易に模倣され、流行したレースは至るところで作成された。レースの名前が必ずしも産地を保証するものではなかったが、技術的。 様式的に非常に高い品質のものは、原産地以外ではほとんど作成されなかった。ノルマンディ地方の他の小都市とは区別して、当時の財産目録では、ディエップ、ルワーブル、フェカン、オンフルールのレースが尊重されている。北部では、スダンで、ニードルレースが作られた以外は、全地域で、ボビンレースが作られた。バランシエンヌは1678年に、 フランス領となったが、フランドル地方のレースをしのぐのは1840年以降である。ルピュヤンブレ周辺の地方は19世紀末まで、レースを量的に作っていたが、特色のないレースであった。ルーアン・カーンでは、ボビンレースを多量に作っていたが、話題になることはなかった。ルイ15世の1765年1月の請求書によると、当時のレース1オーヌの価格は、 以下のようになっている。極細のニードルレース480リーブル極細のアルジャンタンレース160リーブル本物のバランシエンヌ190リーブルマリーヌ95リーブルアングルテール230リーブル女性用のアンガシャントはフリルを付けられ3十四円に重ねられていたため一組のアンガシャントにオンオーヌのバランシエンヌを使用すると760リーブルのレースが 必要であった。同時代のバランシエンヌ女工の平均年俸は156リーブルであった。ルイ16世の初期には、服装は極端に大げさなものとなり、風刺家たちの笑いの的となったことの反動として、完結さえ向かった。男性は、全世紀に比べると、レースを身につけなくなった。ジャボ、クラバット、カフスの揃いが、男性のおしゃれであった。 18世紀前半には、ほとんどが、ボビンレースで作られていたが、後半にはほとんどニードルレースだけとなった。1760年代の思想の変化や、ジャンジャック・ルソーの小説、エロイーズ・ヤゲーテの、若きウェルテルの悩みによるロマンティックな風潮の始まりにより、男性がいろいろな分野、特に服飾において、女性と距離を置くようになった。18世紀末に向けて、新私服が、 男らしいものとなる傾向を示し、19世紀初めに決定的なものとなった。女性も1764年のポンパドゥール夫人の死により、服飾流行に決定的な変化がもたらされた。時代は簡素化に向かい、女性は身持ちの悪い豪華な人形ではなく、青春と弱さのシンボルとなった。女性は白く軽い布地服を着るようになった。需要の減少は、 レース産業に大きな影響を及ぼし、1770年、アランソン氏の助役であり、弁護士でもあったオリビエド・サンバストがレース製作所の所長に手紙を送り、アランソンとアルジャンタンのレース製造を完全に衰退させぬため、マリー・アントワネットに少なくとも、週一回、レースを切るように進めなければならないと述べている。王妃のモード商人である、ベルタンジョーと、 ゲロ夫婦人の請求書によれば、王妃は逮捕の直前の1792年8月にも、レースを注文していた。この時代のローブに、レースが付けられている場合、絹のブロンドレースである。デザインが簡単で網目が大きく比較的短期間で、作成できたため、ヨーロッパ各地、特に、フランス、スペイン、ベネツィアの個人や、事前施設の子供によって作られた。 18世紀に流行した、主なレースの種類は、以下の通りである。ナポレオン一世ナポレオンは、体幹式で、ブーブリシャに注文したアランソンのシャボを身につけていた。マリー・ルイーズ・ナポレオンの2番目の妻マリー・カロリーヌド、ブルボン・シシレ・オマ・ールコー、アンリのヒクロイ・シャンティー・レースを2段につけたドレスを、着ているマリー・アメリード・ブルボン・ルイ・フィリップのヒギヌの、ブロンド・レースの衣装を着ている。 1840年の典型的な白い花のデザイン。ウジェニーとモンティジョー・ナポレオン3世の皇后彼女が1855年に北クリノリンのドレスは流行となり、レースを発展させた1789年からのフランス革命の大動乱の前より、レースは流行から外れていた。ペティコート、キャミソール、パンタロンなどの下着にレースが使われたが、 人目に触れないことであまり手をかける必要がなくなった。共和制の成立後、細々とレースを作成していたレース産地では、レース生産を再開したが、連続模様の幅の狭いものがほとんどであった。そのような中、1792年2月、フランス革命政府の商務県内務大臣サンジュストは、レース生産を再開したヤランソン市議会に、助成金の交付を承認した。 ナポレオンはコルベールと同様に商業的理由と国家的な威信を高めるためにも贅沢産業を奨励し新しい提出議点書では宮廷の公式レセプションには男女共にレースの着用が義務付けられたナポレオン自身も1804年の戴冠式でブーブリ社に注文したアランソンのシャボを身につけたしかし提出議点書でレースの着用を義務付けても 男性はどうしても着用しなければならない時以外は、レースをつけなかった。当時の男子服は地味な色のウールのラシャになり、デリケートな色の刺繍が施されていた。19世紀のファッションにおける男性の役割は、女性と競い合うことではなく、女性を引き立てることであった。レースはこの時、以来、男子服から消滅した。ナポレオンの2番目の妻、オーストリア王女。 マリー・ルイーズは、様々な種類のレースを所有し、当時フランスに併合された南フランドル地方の、レース産業にも助成金を出すため、アランソンレースより、ブリュッセルレースが多く公費のリストに載っていた。ナポレオンが彼女に支給した8万フランのうち、およそ7万フランがレースとなった。レースが移行を持ち続けたのは、提出の注文によるところが大きい。 バランシエンヌは室内着や下着として用いられ、若い女性の下着はすべてバランシエンヌで飾られた。バランシエンヌの街では作られなくなったが、フランス北部のベイユール、ベルギーのブラバン地方のイープル、ヘントでは、現在もバランシエンヌの最高級品を作っている。一方、ブロンドレースは、本物のレースとは違うものに発展していった。円だけが、モチーフで飾られた。 一種のチュールレースとなった。制作方法も変化し、リールと同じような交差した二本の糸で作られるレゾーとなった。1803年以降、ブロンドレースの展示会はカーンで行われた。1825年から1835年には、18世紀末に大流行したカシミヤショールの装飾から絹のブロンドレースが作られた。 1830年に以降、白いウェディングレースやベールが花嫁衣装として用いられた。パリの北のシャンティーとその周辺で1840年代まで生産された。19世紀初期には、宮廷や都市の服飾流行とは別に、レースは農村地方の衣装にも影響を与えた。地方の農村ごとに近隣とは異なる様々な衣装を作り出した。 従来の白いボンネットに代わり、頭につける衣装が発展し、地方によっては巨大になり、多くはレースで飾り立てられた。田舎風のレースが市民階級の女性の衣装に影響を与え、1830年によみがえった。被り物に使うレースは、モチーフが見分けられないほどプリーツで畳まれていたため、質よりも量が求められた。1809年、イギリス人。 ジョンヒースコートが機械レース生産技術の特許を取り、機械チュールが生産されるようになった。第一次産業革命により、浮遊になったヨーロッパの市民階級は、納得のいく品質のレースなどの製品を機械で作るようになった。皇帝ナポレオン失脚直前の1812年には、機械チュールの登場により、レース産業は影響を受けていた。 フランスのレース製造協会会長のドランスが、訂正政府に、機械製チュール着用禁止の要請書を提出したが、あまり効果はなかった。機械チュールの発展によって、アップリケの技法が誕生した。ニードルレースや、ボビンレースでモチーフを作り、機械レースのグランドにアップリケした。ミルクールとルピュイは、レース製造で活況を呈した。10万人以上のレース工女が、 あらゆる種類のレースを作成していた。17世紀のレースを真似て作られたレースもあった。19世紀には産業博覧会が盛んに開かれた。古いレースと並んで新しいレースが好成績を収めた。レース業者は古いレースを素晴らしい様式を作り上げる着想源にして一つのレースのデザインに類14世位、類15世位、 ルイ16世スタイルを無造作に混ぜたパターンブックを作った。1839年のパリ博覧会では、ミルクールとルピュイの製造業者が賞賛を得た。ミルクールレースは、1867年版国博覧会でも絶賛されたが、歴史に残ったのは、ルピュイであった。ルピュイは、当時のフランスのボビンレースの最も需要のある産地であった。 第二訂正下のフランスでは植民地化と貿易の世界拡大によって前代未聞の繁栄を経験した。ノルマンディーでは中流資産化を対象としてレースを生産した。1850年から1870年に流行した巨大なクリノリンスカートは17メートルもの生地を必要とし、クリノリンの上かつてないほどの豊富なデザインが展開し、レースを発展させた。 レースの需要が大きくなり、模造品が多く流通した。フランスのレース生産は世界をリードしていたが、生産量は世界市場を満たすことができなかった。アランソンやアルジャンタンのニードルレースは、ナポレオン3世の皇后ウジェニード・モンティジョに好まれた。ボビンレースの黒いシャンティーや、ニードルレースのアランソン・アルジャンタンの製造は、 フランスの大企業家、オーギュストル・フェビュールの手により、専門家による分業で、集約的に生産し、流行の変化にも対応できるようになった。主公的な技は、機械レースとは区別され、称えられていたが、次第に、機械レースの熟練校が完璧に模倣できるようになり、区別は難しくなっていった。ベルギーでは多量のバランシエンヌ、ポアンド、ガース、ブリュッセルアップリケ、 新しいタイプのボビンレースである、デュシェスを生産した。ポワン・ド・ガースは、アランソン・レースの模造品であり、ブリュッセル特有のものであった。すべてニードルレースで製作する非常に高価なレースで、アランソン・レースの地味な感じとは、対照的であった。ノルマンディでも、ポワン・ド・ガースを作り始めた。デュシェスは、ブリュージュ地方で大量に生産された。網目のレゾーがなく、 モチーフが互いにブリッドなってで繋がっていた。これにポアンドガースのメダイオンをはめ込むこともあった。1870年に第二帝政が崩壊し、フランスでは経済的、社会的苦難が続いた。レースは大流行していたが、機械があらゆるレースを模倣するため、19世紀末には、レースは機械レースと同義語となり、手作りレースは、 芸術品となった。1883年にはドイツで新しい機械レース、ケミカルレースが開発され、レリーフのあるすべてのレースの模造が可能となった。手作りレースの伝統的な顧客である貴族階級は、機械に真似のできない古いレースを大事にした。当時のモニトールドラモード氏は、上流階級の雑誌と銘打って、ヨーロッパ宮廷のレセプションや、 結婚の衣装について詳細に伝えた。古いレースを集めることが流行し、個人も大博物館と競って最も珍しいものを集めようとした。レース展示で世界一と言われる美術館のうちの一つは、パリのクリュニー美術館で1851年より展示している。ルフェルビュールやレスキュールのようなフランスの大商人や製造業者が築いたコレクションは、 パリ装飾美術館に寄贈、転売された。1890年以降、第二次世界大戦までは、ヨーロッパの都市では、頻繁に、レースと刺繍の展覧会が開催された。19世紀に流行した、主なレースの種類は、以下の通りである。ファッションプレート機械で作成された、シャンティーレース当初のレース織り機は、1808年に、イギリスのノッティンガムにおいて、 労働者、ジョン・ヒース・コートにより作成された。シャリオと呼ばれる軸に固定した、金属製の円盤の糸巻きに横糸を巻き、シャリオが縦糸の間を通過することで、糸が絡み合いレースが作成される。木色器に似ているが、縦糸も横に移動し、シャリオの横糸そのものも前後に移動する。その後、多くの改良がされたが、原理は同じであった。フランスに導入されたのは、 フランスのサンピエールで彼により密輸されたことによる、当初の機械はチュールチのみ生産した。1830年頃、ジャガード機構が取り入れられ、本物に近いレースの製造が可能となった。作ろうとするデザインのパンチカードを用い、モチーフに応じて縦糸を動かすことで作成した。技法は第二訂正の初期頃に整備され、 機械レースはそれ以降の産業百覧会で良い成績を収めた。絹、木綿、ウールを用いて、シャンティー、ブロンド、バランシュエンヌ、クリューニーなど主に、ボビンレースを模倣した。シャンティーのような太糸が必要なレースは、当初、手で挿入した。フランスの機械レースの主要産地は、カレー、リヨンであった。1883年に、ドイツで、 ケミカルレースが開発された。絹の布地に木綿糸でモチーフを刺繍し、絹の布地を強アルカリ性溶液で溶かし、モチーフだけを取り出す方法である。サンガル地方のスイス人が改良し、カギバリ針ミグロポブニーズなど、レリーフのあるすべてのレースに適用され模造品が生産された。1920年代には大量のレースが消費された。 ほとんど機械レースであるが質は保たれ、チュールのドレスの裾に、レースのフリルをつけることが流行した。手作りレースは、フランスやイギリスの植民地で作られた。ポワンド・ブニーズは、チュニジア、アルジェリア、マダガスカル、ベトナムなどで、ポワンド・クリュニーやドラ・マルテーズはインドで、ポワンド・ミラノとポワンド・ブリュッセルは中国で作られた。一方、本国の手作りの芸術的なレースは、 正規転換期頃には定調であった。19世紀末以降、レースが芸術として認められ、レースのデザインコンクールが至るところで開催されるようになったにもかかわらず、手作りレース校たちのほとんどは芸術的な作品を作るために何年も費やすことができず、そうしたいとも思わなくなって、ありきたりのデザインの小物しか作らなくなった。そのような中、二十世紀初頭、 当時流行していたアール・ヌーボー様式の要素を取り入れたデザインが芸術家たちにより作られた。最も際立ったのはフランスとオーストリアであった。フランスでは1904年のパレガリエラでの展覧会の後、フランスレース協会が設立され、レースデザインコンクールを組織した。ルピュイ教習所がこのコンクールに参加した。ボビンレースを制作した。 ルピー教習所のジョアンヌ・シャレーの作品は、すでに、アールデコの到来を告げるものであった。1911年、パリ装飾美術館で開催された、女性の美術展に、レスキュールが設立した、ジェルゴビアレース製作所のニードルポイントのモデルが多数、展示された。これらは、オーレという人の作と推測されている。有名なレース会社、メルビル・メッツァーラのデザイナー、 ポール・メッツ・ァーラ、マルセル・メユー、モーリス・デュ・フレーヌの構成の現代性は反響を呼ばなかった。ガブリエル・シャネルは1939年4月29日のリリュストラシオン誌で以下のように述べた。レースは自然の気まぐれも決して作れなかった、最も美しい自然の再現の一つだと思う。レースを見ると、いつも私は、 この葉や枝が空に描く絶妙なデザインを思い出す。人はどんなに考えても、レースよりももっと美しく最も素晴らしいデザインを作り出せるとはとても思えない。第二次世界大戦でヨーロッパの手作りレースは決定的に耐え、観光客向けのレース制作賞、避けは未だにレースを作っている人は数少ない。1950年代まで、 フランスの機械レース産業は順調であったが、リオンのドニャン社は1984年に200年の歴史を閉じ、マレスコ社が存続している。機械レースの新しい市場は、女性の下着、特にブラジャー、スパンデックスとの混紡によるガードルである。マルセル・ロシャが女優名ウエストのためにデザインした衣装により、黒レース製のウエストニッパーが流行した。 1970年代のレースは18世紀末と同じ状況に置かれた。誰もがレースのことを知っていても、レースはどこにも見当たらなかった。機械レースでさえも流行から離れた。ユニセックスモードの流行により、女性的なイメージを思い起こさせるレースは古臭いイメージを持った。 1977年、イブ・サン・ローランが黒いシャンティーレースをドレスに使って、以来、久々に、クチュリエやデザイナーがレースを使い始めた。1988年には、どのコレクションでもレースが打ち出されるようになった。フォーマルドレスや白のウェディングドレスの復活も、レースの人気回復を表している。水道や、 グレンチェックのスーツにレースを使うという新しい使用法がされ始めた。ジャンポール・ゴルチェが提案した男性用の服は最もエキセントリックな前衛である。ありがとうございます。